シフトキーを押しながらカーソルキーを左右に動かすと、一文字ずつテキストを選択することができます。シフトキーとホームキーを同時に押すと、カーソル位置から行とまでを一気に選択することができます。シフトキーとエンドキーを同時に押すと、カーソル位置から行末までを一気に選択することができます。コントロールキーと A を一緒に押すと、文章全体を一気に選択します。超絶簡単です。 Chromebook と Mac では使うキーが違うので注意してください。